警察犬武蔵からのお願い。こんにちは、僕は武蔵号、熊本県警の警察犬だよ。僕は事件の証拠をたどったり、行方不明になった人を探したりして、県民のみんなの安全や安心のために頑張っているんだ。今日はみんなに電話でお金詐欺のことについて僕からお知らせとお願いをするので聞いてね。電話でお金詐欺って知っているかな？子供や孫のふりをして電話をかけてくるオレオレ詐欺とかが有名だよね。熊本県警では電話でお金詐欺という名前で呼んでいるんだよ。電話でお金詐欺は自宅の電話や携帯電話にかかってくる電話やメールが詐欺の始まりなんだ。そしてその電話やメールでお金の話をするっていうのが共通している犯人の手口なんだ。だからみんなに電話でお金の話は危ないと思ってもらいたくてこの名前で呼ぶことにしたんだよ。今から電話でお金詐欺の被害に遭わないために気をつけてほしいことを説明するよ。まず1つ目、たとえ相手がどんな人でも電話でお金の話をしたら詐欺だと疑ってね。キャッシュカードの話をしても同じだよ。市役所の人、銀行の人、大型の電気屋さん、病院のお医者さんなど、それに警察署の刑事のふりをする犯人もいるんだ。許せないね。次に2つ目、 ATM に行ってくださいは詐欺だよ。電話で ATM に行っては 100% 詐欺。3つ目、お家の電話はいつも留守番電話にしておこうね。犯人は留守番電話を嫌うんだ。詐欺の犯人を撃退してくれるタイプの電話機もあるよ。詳しくはおまわりさんに聞いてみてね。最後に僕と同じ名前の武蔵安心コールのことをお知らせします。武蔵安心コールでは犯罪グループが持っていた名簿に載っていた人などに電話をかけて詐欺の被害に遭わないために注意を呼びかけているよ。武蔵安心コールの電話番号は 096-327-0634。 詐欺、通話でなくそう、大武蔵だよ。コールセンターからの注意をしっかり聞いてね。みんな、わかったかな？今日は電話でお金詐欺の被害に遭わないために気をつけてほしいことを紹介しました。この動画をいろんな人に広めてくれると嬉しいな。じゃあ、またね。